皆さんこんこにちはルサーヒロシ一村です今日は、えー、皆さんの滑舌に関する悩みにお答えしたいと思いますが、えー、まず私のしゃべり方をよくご覧になるとお分かりかと思いますけれども口角を上げてしゃべりますとある程度の滑舌に関する問題は解決することができます、えー、よく割り箸を加えるとか えー、そういう方法を提唱なさる方いらっしゃるんですけれども、えー、それよりも鏡で自分の顔をご覧になって笑顔を作ってみるこれは、えー、自分の筋肉を自分の位置で動かす練習にもなります是非、えー、割り箸を加える前に、えー、鏡で自分の顔をご覧になってみてください。